スターリングエンジン搭載の、そう、竜型9番艦セイリューに、アメリカ海軍潜水艦隊司令官が乗艦し、訓練の視察をしたとの情報をキャッチしました。今回は、この視察の内容について、詳しく見ていきますね。通常動力型では、世界屈指の潜水艦です。どんな動きを見せるのか、視察に来たのでしょうか。日本の技術を凝縮しています。びっくりしたのかな？2018年10月19日、アメリカ海軍第7潜水艦群 CSG-7 司令官のジェイムズ・E・ピッツ少将が海上自衛隊横須賀基地第2潜水隊群第6潜水隊所属の総流型潜水艦の9番艦、セイリュー SS-509 の艦熟訓練に同乗し、訓練の様子を視察した。ピッツ司令官は、我々潜水艦部隊は、海上自衛隊潜水艦隊とは、常に緊密な連携をとっており、海上自衛隊の最新鋭潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは、非常に重要な意味を持っているとして、10月4日に実施された、総流型潜水艦の11番艦、鳳竜の進水式にも同席したことについても触れて、進水式の興奮を分かち合えたことで、海上自衛隊とアメリカ潜水艦部隊との友好関係が、日々強まっていることを感じたと述べた。また、ピッツ司令官を案内した、セイリューの平間艦長は、ピッツ少将をお迎えできたことは、非常に光栄と語り、同乗視察をしていただいている期間中は、私たちの能力をお見せし、日米間の相互理解、運用能力向上に寄与できることを楽しみにしているとの談話を残している。セイリューは、平成23年、2011年に成立した中期防衛力整備計画、23中期防において、平成25年度、2013年度、計画の2900トン型潜水艦8124号艦として、531億円の建造費をもって、2013年10月14日に三菱重工業神戸造船所において寄港され、2016年10月12日に進水して、2018年3月12日に就役した。艦の要目は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートル、喫水 8.5 メートルの艦隊サイズで、乗員は65名。機関は、ディーゼルスターリングエレクトリック方式、水上 3900PS、水中 8000PS で、12V 2525SB ディーゼル機関2機にコックムス製 4V275 ラウンド、メートル計3スターリング機関4機が搭載され、鉛蓄電池による推進電動機1機によって、水上13ノット、24km/h、水中20ノット、37km/h で航行する。最大潜水深度は公表されていないが、500メートル以上、潜水可能と言われ、533ミリ、魚雷発射艦、HU-606、6門から89式魚雷と、対艦ミサイル、ハープーンを発射する。その他、C4 アイスターには、ZIQ-31、指揮管制支援ターミナル、C2T、情報処理装置、TDBS、ZQX-11、潜水艦戦術状況表示装置、TDS、ZYQ-51、潜水艦発射管制装置など、最新の装置が搭載された。ZYQ-31、磁気管制支援ターミナル、C2T は、前級、親潮型の後期型から、装備化されていたが、ネットワーク化がされておらず、C2T で得た情報は、その端末上でしか表示できなかったが、総流型では、C2T と ZQX-11 潜水艦戦術状況表示装置 TDS が連接されたことから、TDS の画面上に、
C2T の情報を表示できるほか、機関信号伝送装置 SLI により各コンソールでも見られるようになった。また、艦隊の情報などを陸上の上級司令部に送信することも可能だ。これらの情報を TDBS をサーバーとして、さらにセンサーからの情報や公開情報や C4 アイスターシステムから配信されるノンリアルタイムの情報まで全てを集約することで、これまで使用されてきた対脆弱図板よりも多くの情報を迅速に表示できるだけでなく、乗員の間において共通戦術状況図 CTP や共通作戦状況図 COP を作成することも可能となった。また8番艦赤龍からは同級艦に潜水艦魚雷防御システムトルペドカウンターメートルエアシャレス TC メートルが搭載されているほかに、海上レーダーには ZPS-6F 対水上捜索用レーダー1機、ソナーは Z997B 統合式ソナーが搭載されている。海上自衛隊の双竜型潜水艦は2021年までに12隻が就役しており、海上自衛隊においては現在次期潜水艦として基準排水量3000トンと一回り大型の太平洋型の建造が進められているが、双竜型は潜水隊の主力潜水艦として運用されている。双竜型の艦名には縁起が良いとされる水生動物として竜が使われており、双竜は旧日本海軍の航空母艦青い竜を引き継いだ。10番艦双竜まではスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムを搭載していて、青竜も同じであるが、その後の11番艦王竜と12番艦東竜ではスターリング式 AIP が廃止されて、世界で初めてリチウムイオン蓄電池を搭載した別の潜水艦級となり、リチウムイオン蓄電池は現在建造が進められている太平洋型でも採用されている。青竜に搭載されているスターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムは、通常動力型潜水艦においてシュノーケル湖を走りで大気の酸素を取り込まない潜航を可能にしたシステムで、それまでのディーゼルエレクトリック機関方式を補助、補完する技術である。スターリングエンジンとは、シリンダー内のガスや空気を加熱、冷却することで膨張させたり収縮させたりすることでシリンダーを動かして上下運動を得るシステムで、双竜型では川崎重工業でライセンス生産化されている 4V275 ラウンドマーク3を単4防水区画の上層にスターリング発電機が両舷2機ずつ設置され、その下層には液体酸素タンクが両舷に1機ずつ配置されているが、スターリング AIP システムは出力が低く、水中速度が4から5ノット程度でしか出せないため、高速が必要となる場合にはこれまで通りに鉛蓄電池による電気推進か、あるいは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式によって推進力を得ている。さらに双竜型ではこれまでの潜水艦で採用されていた直流電動機ではなく、一般の産業界において性能向上が図られてきた大型交流発電機が採用され、世界でも珍しい潜水艦用交流電動機が開発されて搭載されている。双竜型の外観上の特徴は、船尾にある X 字型舵で、これまでの潜水艦の舵は艦を左右に回転させるための垂直舵、10だと水中での上下姿勢制御を行うための水平舵、オーダによる十字型舵が採用されてきたのに対し、X 字型舵では、これらが45度ずつ傾けた形で装着されており、4枚の舵のすべてに、回答と姿勢制御の両方の役割を担当させる形になっている。そして、舵が、艦体の垂直軸と水平軸に対して、
45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく舵を大きくすることが可能となって機動性が向上し、左右の旋回性能において約 30%、 上下の深度変換性能ではその機動性能が約 15% 向上しているとされている。この X 字型舵方式では、1枚の舵が損傷したとしても、他の3枚で、その機能を分担できることから、冗長性に優れているとされ、十字型舵では、10打と大打を、それぞれ同じ、油圧シリンダーで操作する、2系統の油圧シリンダーしかないため、どちらか1つでも故障すると、回答か上下動のどちらかの機動性を完全に喪失してしまうのであるが、X 字型舵では、それぞれ1枚ずつが独立した油圧シリンダーによって作動しているため、4系統の油圧シリンダーのどれか1つが故障しても、残りの3舵で上下左右の相関をカバーすることができる。さらに基礎として海中に潜む場合に、下方の10打が海底と衝突して損傷することが少なく、接岸時にも、大打が岸壁と衝突して損傷することを防ぐというメリットや、艦隊において X 字型舵が装着されている位置が十字型舵より1メートル前方にあるため、プロペラスクリューとの間の距離を長く取ることが可能となって、キャビテーションノイズの低減が期待できるというメリットが多い舵なのである。ヨーロッパ諸国を中心に過去に採用された例は多くあり、スウェーデン海軍では1960年代末に運用されていたシェオルメン級 A11B 型などで採用されていて、アメリカ海軍でも実験潜水艦アルバコアで試験が行われたものの、同国潜水艦での採用は見送られたが、その理由としては人間による舵の制御技術では操作が難しかったためである。しかし双流型はその後のコンピューター制御技術の発展によって、操舵員がゲーム機のようなジョイスティック1本で4枚の舵を操作できるようになるなど、世界一とも言われる静粛性のみならず操作性においても優秀な潜水艦として世界中から高い評価を得ている。